続いては雑貨店が連なるパンドロッソ通りでショッピング。かわいいね。かわいい。2人がまず目をつけたのは靴屋さん。ギリシャの革製品は安くて質が良いことで世界的に有名なんです。再び子供のように物欲に走る芸人さん。クリは？かわいい。まだ探す。大きいかな。かわいい。これ一個大きいんだよね。どう履いた感じ？いつもね、お揃いで買っちゃうんですよ。なんだかんだ一緒になるよね。あ、ぴったり？ Yeah, that's cute. Is it comfortable? Yeah. 私それ、たまに英語で言ってますんだ。それは、買いだな。シャキーン。あ、いいね。よし、買っちゃおう、これ。いつもそうらしいが、クリスタル K さんはベニさんが買うものを必ず欲しがるとか。あ、オリーブじゃない？お、オリーブオイル。世界有数のオリーブオイルの産地であるギリシャ、品質も最高級です。なんかどれが一番いいんだろう。これいいじゃん、これ。あ、ね。でもさ、なんかハーブなしオイルがいい。とにかく直感で決めるベニさん、ハーブ入りのオイルを即買い。一方、慎重すぎるクリスタルケイさんは、Can we ask you guys like which olive oil do you recommend? The best oil? That one? Iliada is very good. 地元の人のおすすめを購入。これにします。すると、じゃあ私もこれにします。あら。いつもそうらしいが、メニさんはクリスタル K さんの行動に冷静になれるとか、結局また同じものを購入。そして、スパイス屋さん。2人が食いついたのは、あー、かぶりたい。かぶってみようよ。ギリシャならではのかぶり物がずらり。古代の鎧になぜか異常にテンションが上がる2人。これいいね。わー、やりたい。これさ、ライブとかで使えそうじゃない？すると、って何？きつい。これ若い4世のシングルレディース。ダメだそう。4世のシングルレディースの PV でこういうことやってんだよね。これがもうちょっとフェミニンな感じなんですけど。ビヨンセのスイッチが入ってしまった2人、やばい。やりすぎ。結局商品は買わず、踊り疲れた2人は一旦休憩。わー、すごい。うわここホテルアテネズゲートの屋上はパルテノン神殿が見える最高の夕日スポット。その美しい夕景を眺めつつ、乾杯。二人きりでの旅行は久しぶり。普段は照れくさいことでも旅先なら話せます。知り合って11年。早かったね。このまんまだったし、大人っぽかったから、やっぱ超注目浴びてたよね。 Really? 歌ってたからだったから。歌ってたからじゃない？それもあるよね。だって13歳から13歳からもう就職してたってことだもんね。私は、とにかく可愛いなと思って。いやー、もうモテモテだったじゃん。そんなことないよ。13歳で知り合い、その後
二人ともアーティストとなった今、お互いはどんな関係なのでしょうか。なんかね、いい感じに、その心強いっていうのがすごい大きいんだけど、いい感じにライバルでもある。そう。それは、あ、なんだろう、これライバルっていうとなんかこう、かみたいなっていう感じじゃないんだけど、刺激し合える。それはすっごいある。なんかこう高めあるよね。そう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 。一緒に頑張ってんじゃんみたいな、私も頑張んなきゃみたいな。最近すごい歌詞書いてるんだとか、そう、なんかアルバムに向けてすごいなんかいっぱいこう寝ずに頑張って歌詞書いたり曲作ったりしてるよ、レコーディングしてるよっていうのを聞くと、そういうので負けてられないなって思うし、本当にある、それ、そういう存在がいるってすごいラッキーだなって。うんね、うん、そうだよね。だって作ろうと思えば作られない。やばい、いいこと言おうとしてたの。パルテノン神殿という日、緩やかに時は過ぎ、クリスタル K さんがお腹が空いたというので夕食へ。こちらはギリシャの民族舞踊を見ながら食事を楽しめるお店なんです。エーゲ海の新鮮な食材を使った海鮮料理が有名で、素材の味を生かすため味付けはオリーブオイルと塩のみ。2人がオーダーしたのはボリューム満点のエーゲ海のシーフードミックス。いただきます。まあ、エビも、テンションが上がってきた。まさか。とにかくテンションが上がると踊りたくなる二人。このノリがすごいですよね。最初は店のダンサー全員が二人のダンスを歓迎していたが、踊り続けること30分。二人のハイテンションに最後までついてこれたのはたった一人。なんだと。店中が大拍手。わあ、すごい。勝手に達成感に浸る二人でした。何気に息切れしてんだけど。疲れた。食べなきゃ。頼まない。頼む？頼もうよ。待って、8時半、え、今8時半やばいよ、時間だいぶいる場合じゃないよ。やばい、デザート食べた。だんだんらしくなった。2人が乗るのはクレタ行き最終便。ギリギリで間に合い、いよいよこの後憧れのエーゲ海へ。次週、憧れのエーゲ海に2人のテンションはバーッ。やばい。この番組は自然と調和する心豊かな毎日を目指して、花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。大親友との2人旅、絶景を目の前にして思わず。憧れだったギリシャで二人の絆はさらに深まります。次週もお楽しみに。かわいいな。